r b a d r b e をオーガスタス AD はアメリカ合衆国の政治家。国務省の高官を長期間務め、1898年の米西戦争の際には国務長官代行も務めた。1842年、AD はニューヨーク州アストリアで生まれた。AD は中スペイン大使、ダニエル・シックルズの施設秘書となり、外交の分野に足を踏み入れた。 エイリーは1869年にシックルズと共にスペインのマドリードへ赴いた。エイリーはマドリードにおいて後の国務長官、ジョンヘイと知り合い、親友となった。エイリーはマドリードの公使館におよそ8年間滞在した後、1877年に合衆国に帰国した。エイリーは1878年に国務省外交局長に指名された。 エイディは1882年に第3国務次官補となり、1886年には第2国務次官補に昇進した。エイディはその後死去する直前まで38年近くこの職を務めた。エイディの経歴の頂点は、1898年の米西戦争の時に到来した。当時、国務長官、ジョン・シャーマンは高齢で病弱であったことから、 実質的な職務は国務次官補、ウィリアムデイによって取り行われていた。しかしながらデイは外交的に未熟であったため、米西戦争中における実質的な合衆国の外交は国務省ナンバー3であった AD によって効果的に監督された。1898年4月、シャーマンは国務長官を辞任し、公認の国務長官にはデイが任命された。 しかしながら、同年9月、レイは、着任からわずか5ヶ月弱で、国務長官を退任した。当時の大統領イリアム・マッキンリーはその後任として、中イギリス大使ジョンヘイを指名した。そして兵イがイギリスから帰国するまでのおよそ2週間、エイディは、国務長官代行として、実質的な職務を取り行った。エイディは1900年に、ワダ団の乱が発生した際にも、 国務省の実質的な監督を任された。これは、兵が体調を崩し、また、国務次官補、デイビッド・ジェイン・ヒルが、ワシントン DC を離れていたためであった。1909年以降、AD の影響力は健康と共に衰えていったが、AD は、国務省に残り、第二国務次官補を務め続けた。1924年7月1日に、外務職員法が施行され、 第2国務次官補が国務次官補に統合されると、エ d ディは国務次官補となった。そしてその3日後の1924年7月4日、エ d ディは死去した。エ d ディは生涯独身であり、子供もできなかった。ありがとうございます。